平治は日本の大分県、九十連山周辺に住んでいた犬である。メスの秋田県とされる。道地の登山客に従って山に登ることで親しまれ、時に遭難の恐れのある者を救助したとも伝えられ、警察犬や盲導犬のような公的認定を受けた、私役犬ではないが、山のガイド犬、または単にガイド犬として知られた。後に映画の題材にもされた。 平時は、捨て犬だったとされ、その羊や蘇生について正確なことはわからない。1973年の夏、九十連山長者ヶ原登山口の観光施設、長者ヶ原ヘルスセンターにて登山バスの切符売り場に、勤めるエノクマタモツによって保護された白い子犬が、重い皮膚病を患い、体の約半分の体毛を失った状態だったという。エグマは犬好きで、 自宅に飼い犬が複数いたので子犬を連れ帰りはしなかったが、職場付近でその世話をした。子犬は弁当を分けてもらうことを期待して、登山者と一緒に山へ登ることを覚えた様子だった。その年の秋、牧のと登山口から入山した50代ほどの夫婦が山中で道を失い迷ったところを、突然現れた白い犬に、長者原登山口まで導かれ、難を逃れた。 その足で、長者ヶ原ヘルスセンターを訪れた夫婦は、エグマに、それを話し、せめて物霊にその犬の皮膚病を治してやってほしいと、金銭を置いて帰った。エグマは、皮膚病に効くとされる、ホッケイン温泉の湯の花を取り寄せ、犬の幹部に繰り返し塗布したところ徐々に回遊すると、同時に体育も大きく成長し、冬になる頃には立派な体格の犬になっていた。成長した姿は、 頭から背中にかけて、薄茶色、腹から前後足は白い毛に覆われ、太やしと大きな、たくましい体を持つ犬だった。付近の山を熟知する、エグマは、登山のガイドや遭難者の捜索を引き受けることがあった。その中には1962年の正月に2つの、登山隊、計9名が遭難し7名が命を落とした、90歳役と、言われる事故の捜索も含まれた。 一方、漁師を父に持つエグマは、漁犬の訓練や扱いにも慣れていた。ある時、平時だけ修学旅行に来た中学生らのガイドを頼まれた彼は近くにいた例の犬に声をかけたところ犬が中学生らを先導するかのように歩いたのを見て、この犬をガイド犬として訓練することを思いついた。この時彼は、登っていた山の名前から犬に、平時と名付けた。 その後しばらくの間、エグマは平時にいかに登山者を誘導するか語りかけながら一緒に登山道を歩き道を覚えさせた。ガイド犬としての平時の行動も詳細はほとんど明らかではない。平時は他の刺激犬のように特定個人と行動を共にするのではなく単独で不特定の登山客に付き添い行動したため世話をするエグマでさえ 登山客から目撃談を伝え聞く以外に山中における平時の行動を把握し得なかったからである。晩年の平時を取材しその没後に児童向けの電気を表した坂井博子もそれを明らかにすることに不信したと述べている。ただ、現地に残された平時ノートには平時と行動を共にした多くの登山者によるメッセージが書かれていたという。坂井の著書によれば、 山中における平時の行動は、おおむね次のようなものだった。登山客がバスから登山口に降り立つと目前に犬が座っている。登山客が平時に行き先を告げて歩き出すと、平時はまるで言葉がわかるかのように登山客の先頭に立ち、人間に合わせた歩調でゆっくり歩く。分岐点に差し掛かると止まり登山者が追いつくのを待つ。登山者が、 山小屋などへ入ると呼ばれない限り中へは立ち入らない。食事も登山者自身が与えたもの以外は欲しがらず、腹が空くと人知れず自力で狩りをしたらしい。人に対して吠えたり噛んだりも決してしなかった。山中で道に迷ったり負傷するなどして、助けを求める登山者がいると、どこからともなく、平時が現れて、彼らを先導し、時には体を支えるなどして登山口や山小屋へ。 案内した。山中で、菅、森小屋なる山小屋を営む男性は、平次が、しばしば危うい状況の登山者を連れてきたと証言した。こうした、ガイド犬の評判が、九重連山を訪れる登山者の間で広まり、平治を目当てに登山に来る者がいたり、平時用の餌を用意する登山者もいた。また案内を受けた登山者には、平時への例としてエグマに、 餌代などの金銭を預ける者も,も多く、そうした人々を記録すべく置かれたのが前述の平時ノートである。平時ノートの横には竹筒が置かれ、そこへ登山者たちが入れた金銭で平時の観察や予防注射、餌などの費用が賄われたという、登山客らの噂を聞きつけたテレビ局や新聞社が平時を取材に訪れたこともある。テレビ局の撮影隊が来た時、 彼らの目的が登山ではないと察した平治は、ヤグマが頼み込んでも動こうとせず、一行が仕方なく登山装備を着用して、実際に山に登って、初めて平治のガイドの模様を撮影することができた。一方、新聞社の場合は、カメラ嫌いな平治は写真を撮ろうとすると逃げてしまうため、カメラマンは物陰に隠れて撮影したという。平治が、 ガイド犬として活動していた14年間は、九十連山での遭難事故は一度もなかったと伝えられる。ガイド犬として活動を始めてから13年目になる頃、平時にも衰えが見え始めた。調子の良い時以外は山へ行かなくなり、登山者を登山口から見送ることが多くなった。やがて、右後足を引きずるようになり耳も遠くなった様子が、見られたため、エグマは平時に、 ガイド犬を引退させることにした。1988年6月11日、九十の山開きの禅や祭りで平治の引退式が取り行われた。400人が見守る中、かつてエグマが自作したガイド犬の首輪を平治の子であるチビに譲った。それからの平治は山へ登ることもほとんどなく、長者原登る山口周辺で休むことが多かったという。 1988年8月3日、早朝、生成キャンプ場からエグマのもとに、平治が倒れたとの知らせが入った。前日に登山客を同キャンプ場まで案内し地から、着きたのである。同地で登山者らに見守られる平治を励まし、仕事のため行ったのは職場に向かったエグマが昼過ぎに戻ると、平治はすでに息を引き取っていた。エグマは平治を登山口まで背負って戻り、 日頃から平時とか代わりのあった人々に平時の生協を知らせた。平時は長者ヶ原ヘルスセンター近くの小高い場所に葬られた。8月6日には100名余りが集まって平時の追悼式が営まれ、当時の九十町長高倉玄八が長寿を述べた。平時はその生涯で数度の出産を経験した。この多くは江の熊らの手配で人々にもらわれていったが、 こう取られるのを嫌った平治が、山中の避難小屋で、江ノ熊らに隠れて産んだこのうち品種で生き残った一匹、だけは、チビと名付けられて、長者ヶ原ヘルスセンター付近に残り、1988年6月11日に、第二平治となった。平治が没した後にエグマの元を訪ねた、船越健之介によると、平治の子だけでなく孫や創尊に至るまでの犬が、経路区等すべて、 平治という名でガイド券を受け継いでいたという。1989年6月10日、長者ヶ原ヘルスセンターの近くに平治の銅像が建てられた。これは、生前の平治を知る登山客らの要望を受け、エグマが高倉町長や他の人々と協力し、大分出身の彫刻家、佐藤翔八により制作されたものである。 この像は平治が生前に登った九十連山に頭を向けて立ち、登山者を案内する姿勢を模している。1989年には前述の坂井博子による著書が改正者から出版され、1992年にそれを原作とした東宝映画奇跡の山が劇場公開された。奇跡の山は実在した平治をありのままに描いたものではなく、 ドラマとしての脚色を多く含んだが、これにより、平治の名が全国に知られることになった。大分朝日放送主催の2010年度、大分ふるさと CM 大賞ボリューム8で第3位に入賞した九十町の作品に、平治をモデルにした犬のキャラクター、平治が登場したり、2012年には、大分県立九州農業高等学校の生徒が、小学生に、 宮間霧島の保護を訴えるべく、作った紙芝居に、平治をモデルとする犬が登場したなど、死から20年を経ても、なお地元では話題にされることがある。西日本新聞は2013年10月9日付長官の、児童向け記事、知ってる九州で平治を取り上げ、ホリプロアイドルドッグ .jp は2013年11月11日に、同年の5代目ベストアイドルドッグとして、 平時を選出した。一般個人だが、各参考文献や九州運輸局のウェブサイトでは、実名記載されるため、本校でもそれに従った。取材を行ったテレビ局、新聞社の具体的な社名や、番組名、記事名、放送、掲載年月日は不詳。ありがとうございます。